明石だこを救えです。明石では今年記録的な不漁となっている明石だこを救おうと、ふるさと納税を活用した支援を呼びかけるなど対策を進めています。明石市の明石浦漁港では、この日水揚げされた魚などが次々と競りにかけられていきます。活気づく競り場とは裏腹に明石だこはごくわずか。明石市によりますと、明石だこは毎年およそ1000トン水揚げされますが、今年は記録的不漁で300トンに満たないと予想されています。市では毎年およそ3000個のタコ壺を投入していて、これまでにタコ壺の中でタコが卵を産んでいるところが確認されています。この危機的状況に明石市はタコ壺の購入費用に充てるため、ふるさと納税の使い道として来月1日から明石だこの保護を臨時で追加することを決定。寄付額に合わせてさらにタコ壺を投入することにしています。明石だこっていうのが我々漁師だけのものではなくて、やっぱりみんなも明石の人は自慢でもあるっていうことも聞きますし、今までみたいなタコが豊漁になるような感じで皆さんに明石だこっていう提供できるようなことがやっぱり今望んでます。ふるさと納税で明石だこの保護を応援できるのは来月1日から来年3月末までで、明石市は寄付額1000万円を目指すとしています。タコの不漁というのは、例えば水温が低いとか餌がないとかですね、プレジャーボートで持ってっちゃう人がいるとか、いろいろ説は考えられるということなんですが、記録的不漁ということです。ふるさと納税でうまくバックアップできるんでしょうか。